お久しぶりです。元気でしたか？お久しぶりって言うほどやってないわけじゃない？やってないか。俺実はね、モンハンをひたすらやってたと思ってるやん、君ら。まあ、やってたけど、モンハンやりすぎて、やることなくなっちゃって。マスターランク今、500ちょいぐらい。やることがないから、モンハンを起動して、パソコンの前に座って、モンハンやりたいなーって思いながら時間が過ぎてた。普通に病気です、これ。で、途中から、メイプルストーリーをやり始めたの。いや、なんだかんだで、コラボさせてもらってね、あんま触れてなかったから、メイプル触るかと思って、メイプルストーリーやったらもうバカおもろくて、やっぱ、メイプルストーリーが。次、メイプルストーリーが止まんなくなっちゃって、長引いたって感じですね。しかもさ、めっちゃ嬉しいの、その辺歩いてるやん。俺のアバターおんのよ。俺のアバターがある事実が嬉しいだけじゃないもん、なんか来てくれる人がおるっていう。それが嬉しいわ。FPS は一切触ってないってことが、ご名答。CR カップが不安です。CR カップ 9.5 出るんで。だからまずいよ。今日の今日まで FPS やってない。急やねん。CR カップ。モハンやってたわ。どないせい言うねん。弓使ってるからギリ、まあギリ撃ってるかみたいな思ってたけども、途中からタッチ使ってたずっと。どこに共通するとこあんねん、エイペックスの。終わったわ。どうやって撃つねん、マジで、弾。どないせい言うねん、これ。CR カップはキャリーされ枠としていきますので、よろしくお願いします。そうでさ、一個言いたいことあんの。ファンレターとか、みんなが送ってくれたプレゼントみたいなのが届いたの。多すぎた。すごかったんやからもう、びっくりした俺。いつ届くとかさ、なんも知らんくて俺。急にさ、もう、バカでかい段ボール、なんか何個も配達の人がピンポンしてきてさ、絶対人間違えてるやんと思ったら、大量のクソでか段ボールが送られてきて、玄関埋まったから普通に。通りやんかだったんやから俺玄関。すっすごい大変やったんやから、クソデカ段ボールを分解して、中開けて、でもさ、なんか、むっちゃ嬉しかったわ、その作業が。ほんまありがとう。腰爆発するか思ったけど、ありがとうなんかいっぱい送ってくれて、ファンレター全部目を通して、プレゼントは全部胃袋に入れます。細胞で感じ取りたいと思います、皆さんの愛を。で、今後な、今めっちゃ悩んでるのが一個あって、スプラトゥーンやるか悩んでる。むっちゃ。俺でもスプラトゥーンマジほ本当に見たことないし、スプラトゥーン本当に知らないし、ジャイロやったことないみたいな状態やけどね、みんながさめっちゃやってんの、俺もやりたいなってくるやん。だからやろうかなーぐらいで考えてるな。指示中で溢れ返ります。うわ、でも指示中はやっぱな、やっぱ鼻につくな。知ったかして乗り切るか。指示中は知り合いに指示中無理、俺反抗期。それこそさ、あれじゃない？ヨボとか、スプラの人でしょ？あいつに教えてもらうか。ティラミスさん。CR ね。ナルセとかね。タイジさん？タイジさん。タイジさん俺言ってもそんな絡みないからな。篠宮先生も俺ね、おじじとやってあげて嫌です。タイジさん世界2連？パ？バカ強いやん。篠宮さん日本最高ランク11位。え、なんで俺の周りバケモンしかおらん？こんな。ジャスパーの店で、ジャスパーは雑魚よ。ジャスパーが強いわけない。スプラトゥーン。ありえん、ありえん、ありえん。ジャスパーは絶対弱い、スプラトゥーン。あいつにはバンダルかファントム持たせんとあかんのやから。ジャスパーに持たせんな、スプラトゥーンの武器は。ラッターも強い。いやいや、ラッターが強いわけないやろ。スプラトゥーン。おいおいおい。おもろいな。センスあるな、そのコメント。ラッターが強いわけないやろ、スプラトゥーンで。嘘嘘嘘。強いんだ。ラッターさん強いんだ。ホラーゲームやるわけない。ホラーゲーム。怖くない。全然怖ないホラーゲーム。うわあ！どうする？こんな虫殺されたくない。ちょっと待って、こんな虫殺されて。泣かんといて。ああ！ヒカキンさんスプラやっとる。誘ってみてよ。バカかお前。バカのコメントあってびっくりしたよ今。どんな感じで誘えばいいねん。モンハンのフィギュアを買い漁りたすぎて、秋葉行ったよ秋葉。で秋葉さ、すごいの。メイドさんめっちゃ可愛くね？危うく吸い込まれそうになったわ。入ったの？いいや。もう目も合わせやんだ。キモータ価値観やからあんまり見てもあれなんかなと思って。目も合わせやんだ。FPS で鍛えたクリアリング能力を使って、シュシュって見てた。めっちゃ可愛かった。メイドさんジャンピしてみた。まあ、だから、ま、遮蔽があったら俺ジャンピしてたわ。メイドさん見たくて。え、なんかデカデカとさ、ちょっと生意気なやつが、秋葉にデカデカと言いました。あれ何でしたっけ名前。渋谷なんとかさん。ハムさん？ハムさんだ、確か。渋谷のハムさんが、なんか、いました。あとさ、秋葉のさ、なんか、いろんなところにさ、VTuber のコーナーみたいなのがあってさ、めっちゃ知り合いおったで。二次三次コーナーみたいな。で、俺はそれを見ながら、知り合い
知り合いやけどなっていう雰囲気を出したかったけど出せずに素通りした。声を高らかに自慢したかった。これ俺の友達そういえば、じゃあね、そういえばさ、あれおったな。なんか、アキラのどっかの店になんか、一人だけフランシスコさんおったな。ポツンと。シスコ、目やったって、シスコと。一個だけポツンとおった。ということで、お疲れ様でした。バイチ。